山崎小五郎11月10日から1976年8月2日は、日本の海上自衛官、宮廷新省と運輸省の官僚、第24代運輸事務次官、海上保安庁次長、初代海上幕僚長、Y 委員会の一員として、海上自衛隊の創設に尽力し、MSA 協定に基づく、日米感染対応協定を締結、護衛官の国産を開始、 コーストガードからネイビーへの橋渡しを終えて、運輸省へ戻り事務方の頂点に就任する。福岡県出身。山崎宇太郎の逸夫として生まれる。当区中学、第七高等学校増資官を経て、1931年3月、東京帝国大学法学部法律学科を卒業。1929年12月に、高等試験司法科試験。1930年10月、 高等試験行政化試験にそれぞれ合格。1931年4月、低新省に入り低新局初期県通信初期として、深川郵便局に配属。その後、大津郵便局長、河北電製倉局経理局主計課長、河北電信電話株式会社経理部主計課長、大阪低新局無線課長、低新省直近局事務官検定新事務官、 東京都市定新局放送部長、電気庁、第一部監督課長、県電気庁長官官房総務課長、電気局総務課長、運輸通信書機関、海運総局船員局整備課長などを歴任し、終戦を迎えた。1946年2月、運輸省海運総局官房総務長に就任。以後、不法入国船舶監視本部副本部長、 海上保安庁保安局長、経済安定本部部員、同建設交通局次長、海上保安庁次長などを歴任。1952年4月、海上警備隊発足と同時にそのトップである、海上警備隊総監に就任。その後、海上警備隊が、警備隊を経て、海上自衛隊に改編後も引き続き初代、海上幕僚長に就任したが、約一ヶ月で退任し、 運輸事務次官に就任した。ありがとうございます。